はい、皆さんお疲れ様です。コウスケです。今回なんですけれども、以前に東京おもちゃショーでトランスフォーマーコーナーを見てきた時の様子をお送りしていきたいと思います。で、皆さんご存知の通りですね、8月4日からハリウッドの実写版のトランスフォーマーの新作映画が公開されるんですよね。で、それに合わせて主にタカラトミーからね、たくさん新作商品が出されるんですけど、今回は東京おもちゃショーで展示されていたこのロボ戦っていうのもね、まず見てきました。で、ここの企業なんですけど、海外のメーカーで自動で動くトランスフォーマーとかを作っているので、ちょっとねその様子を見ていただければなと思います。いや、これすごいですよね。もう車からロボットへの変形と、ロボットから車への変形を全部自動でやってくれるんですよ。で、それ以外のこういう筋トレみたいな動きとかも入ってて、それを専用のアプリで指示することで、もう勝手にやってくれるっていう感じになってるんですよね。そう、ここ数年のトランスフォーマーって、あのタカラトミーからね思い出てるんですけど、最近は一体一体のクオリティを上げることに専念してて、それはねめちゃめちゃ嬉しいなって思う一方で、こういうトランスフォームっていうトランスフォーマーの一番最大の目玉である機能をね全部自動でやってくれるっていう、こう男の夢をね叶えてくれたっていうところで、いや、めちゃめちゃ熱いなって思いましたね。で、冒頭でちょっと映した映画版のオプティマスに関してはめちゃめちゃクオリティが高くて、まああれは変形しないんですけど、そういうこうクオリティの高さを重視したフィギュア系の商品も作ってて、まあお値段はねなかなか高くなってくるんですけど、これはね今後動向を注目していきたい企業だなって思いましたね。はい、そしてここからがタカラトミーですね。もうトランスフォーマーのおもちゃを買おうと思ったら絶対に触れる企業だと思うんですけど、今回はねこのタカラトミーブースも行ってきました。で、今回のタカラトミーブースなんですけど、主にオプティマスプライマルの体験コーナーと、オプティマスプライマルのスタチューですね、そしてそれとトランスフォーマービースト覚醒関連のトランスフォーマーのおもちゃと、ここ最近で発売されたものとか、あと今後発売していくトランスフォーマーの展示ですね、そういう内容になってました。で、まずこのオプティマスプライマルの等身大スタチューみたいなやつなんですけど、これやばくないですか？いや、めちゃめちゃかっこいいなと思って、やっぱ映画版ってさ、こういうちょっとメカメカしくて絞られたボディみたいなのがさ、すげえかっこいいなと思って、ああ、これからハリウッド映画版また始まるんだなっていうのをね、なんか実感しましたね。で、その他に展示されていたのが、公式アンバサダーの和田アキ子さんとねコラボしたトランスフォーマーとか、あとはこちらのジオラマですね。これ結構すごくて、そう、他の場所でもねトランスフォーマーのジオラマって時々展示されてるんですけど、そう、今回はねこの新しいバンブルビーですね、これ初めて見たんですけど、これめちゃめちゃかっこいいなと思って、そう、今はねもう発売されてるんですけど、当時これを撮影した時はまだ未発売で、え、こんなんあんのと思ったら、今後発売するやつも一緒に展示されてました。そう、トランスフォーマーの映画版といって、最初はそこまでクオリティが高い商品って出てこなくて、後からだん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 こうクオリティが上がっていって、何度か同じキャラクターの商品が、まあ、出たりしつつ、今でいうスタジオシリーズとかで高クオリティのおもちゃが出たりするんですけど、さっきのバンブルビーに関してはね個人的に結構レベル高いなと思ってて、そう、あれはねちょっと買っておきたいなって思いましたね。で、もう一つ楽しみなのが敵キャラですね。これまではねディセプティコンという形で、まあ、メガトロンとかねスタースクリームとか分かりやすい敵キャラいっぱいいたんですけど、今回はユニクロンっていう、まあ、あのクソでかい惑星食うやつの登場が、あのもう決まっているとはいえ、そのメガトロンとかね分かりやすい敵キャラがさ出てない状態じゃん。もうその辺の登場が楽しみだし、後からねどんなおもちゃが出てくるのかなってめちゃめちゃ楽しみにしてますね。で、今見てるところが現時点で発売されてるトランスフォーマービースト覚醒のおもちゃと、今後発売されるビースト覚醒のおもちゃなんですけど、まあもちろんそのまだ映画を見てないっていうのもあるんですけど、まだまだこうねクオリティを高めていけそうな見た目をしてるので、そう、今後ねどんないいやつが出てくるかっていうのがねめちゃめちゃ楽しみですね。そう、ただねこういうオプティマスプライマルとかは結構クオリティが高めに見えるので、これはねもうちょっとね候補に入れてもいいんじゃないかなと思ってます。で、それ以外にも映画版以外のねトランスフォーマーも置いてあったんですけど、まあ個人的にはね、あのローソン限定のオプティマスプライマルとかオプティマスのフィギュアも結構気になってるので、いや、もうこれからねちょっと映画を見て楽しんでいきましょう。